はい、ってことで今回はね、初めて近所の公園で糖蜜採取をやってきます。がおるやん、早速コウセイとね、まあ、今回巻くときだけね、近所の幼稚園の子も一緒に、そっちちゃうで、そっちちゃうで。で、今回ね、巻くのが動画の最初に多分出てると思うんですけど、これこれこれですね、通称タピオカ、タピオカ、タピオカミルクティーです。俺らが勝手に呼んでるだけやけど、通称タピオカミルクティー液をぶっかけていこう。早速、どういうとこ仕掛けたらいいかっていうと、なんか初めてやからようわからんけど、それなんか風通しの良さそうなこの常緑樹にこうやって吹きかけるらしい。知る。うわ、美味しい。あんま森の中良くないらしいけど、ちょっとお酢効いてるかも、木のように。こっちとかね、風結構風通しいいから、下から上がってくるから。そんなうちの方ので、なんかね、花の近くやったらあんまり良くないらしくて、こことか椿咲いてるからあんま良くないかもね。あそこ梅とか椿あるから、今夜回ってみよう。じゃあ吹きかけてこう、吹きかけてこう、吹きかけてか、吹きかけてこう。こういうとこ、こういうとこやり適当に、なんかもっとちゃんと、うわ匂いやば。危ない、滑る。滑って骨折しろ。はい、オッケーオッケーオッケー。舐めるないちいち。だってさ、ついたもん。まあね、風にさ流れてこっちに戻ってくる。巻いて巻いて。これ。ファイファイヤー。もうちょい、シャ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 。なんかちょびちょなるぐらい。結構。もっと葉っぱ出れるぐらい。オッケーオッケーオッケー。オッケー。いいっすね。来るかな。いやもう。か。どこ。大丈夫。はい、誰かがね、ほったらかしのトラップを置いていってました。こういうのほんま良くないよね。良くないよね。まあダメですよ、これちゃんと持って帰らないと。せっかくね、これ取る、そのまま取るのもなんかもったいないんで、ぶっかけちゃいましょう、これに。ゴー。利用させてもらうぜ。なんか雲が多いけど。降るからこれ。これはまあ夜に、夜にまた回収しよう。取れるかな。カッター持ってくるか。よし。はい、ということで夜になりました。ここからね、またちょっと蜜を巻きながら周回して、ちょっとね、まだ多分飛び始めてすぐだからいないと思うんですけど、8時頃まで回ろうかな。椿来るんかな。で、ここはねちょっと梅が咲いてるんですけど、もうほぼ終わりやけどね。だからちょっと時期が差まず遅いから、糖蜜するにはちょっと少ないかもやけど、来てほしいな。おっ、ゴーゴー来てます。ちょっと待って、いきなりすごい。あ、1、2、え、そんなに来てる。1、2、え、すごい。やべ、どこ行った。やべ、落ちた。どこ落ち、あれ、これこれこれ、ここ、なんこれ、霧がかな。え、なんかやね、ほら、もう一頭来てんで、ちょっと脅かしたか。これなんやろ、ちょっと待って、明るさ、なんでしょう、これ霧がっぽくないけど、わからへん。まあちょっと採取し、ほんまに来んねやな。面白、早速やな。よし、ちょっとこれ、もう一頭おる。もう一頭どこや、これ、かっこよ。同じやつやな、うん、なんか、なんか背中がさ、茶色やな。茶色くてなんか迷彩柄みたいな。これは明らかが蜜に来てるよな。ここにね、ここに巻いたんで。すごい、こんなすぐ来るもんだよな。で、これ一頭一足採取しますね。
はちょっと面白すぎる。まだ7時15分ぐらいやで。ここやな。まあ、来てないか。あ、来てる。来てくれ。え、ちゃんと、え、こんな来る？すげえ。これさっきと同じやつじゃない？違う？一応採集しとく。うん。面白すぎやろ、これ。最高やん。こんな面白いことありますか？え、ちょっと、幸先良すぎ？時期ちょっと遅い。遅いのにな。ハエも来てるし。裏とか来てない。すごいな。これもじゃあちょっと採集しましょうか。うん。トロトロ。かっこよ。すごいな。入ってないね。入る？入った入った。入った。ゲット。やばい、出る。追加しとくな。うん。周りにも、広範囲にやっとこう。へえ、思ったよりすごい飛んでる。だが来て、え、おかっこよ、え、誰やろこれ。あ、また同じやつやな。うん、もう最終戦でいっか。なんか この種類多いですね。これなんやろ。あ、でもこれちゃんとキリガや。茶まだらキリガかなんかかな。めっちゃ吸ってる。茶まだらキリガとかいうやつやったと思います。あ、ちょっとまた調べて名前書いとくんですけど、こいつは一回ね、さっき取ったんで置いときましょうか。こいつかっこいい。なんかちっこいガム来てますね。変わらん？裏側とか。この辺もかけたっぽいよね。茶まだらキリが。あ、待って待って、えぐいシルエットがここある。ちょ、下にやってみて。ほら、これ何？シルエットすごい。おりますね。見して、えぐいし、え、見して、どんな。かっこいい。上ちょんってつかかる。え、あ、やった、これさ、四つ筋なんか目標。そう、ちょっと撮りたかった。見して見して。え、やった、これ来てほしかったやつの一種。ちょっとまあ普通種かもしれないですけど、ちょっと僕は初めてね、四つ筋なんたらキリガってやつですね。これかも、裏も来てるやんけ。めっちゃ来てんな。面白いこれが。俺ハマってくるかも。四つ筋なんたらキリガったと思います。まあ、またちょっと写真貼っときますね。これもちょっとね、カメラの性能が悪くて白くしか見えてない。まあ、こんな感じ。うおー、すごい。これちょっと逃がしたくない。捕まえましょう。はい、なんか来てました。ちょっと見えないんで、また写真貼っとくんですけど、何やろな。違うやつや、またブナキリガかな。あ、見える、ここ。俺分からんけど、ブナキリガかなんかと思います。すごい、また来てました。これこれもなんか、このさ、なんかさ、点の模様がこれ好きやねん、これ、うん、点4つあるさ、もう分かる？うっすら。ああ、うん、そう、あのピーナッツ型みたいなさ。ここに1234って、ピーナッツ模様と丸模様、これ好きやねん。来てた、これキバラモクメキリガかな。また違う種類、モクメキリガのなんかと思います。これ見つけました。でかい、こいつ。おお、ちょっとピンと。かわいい。すごい、すごい楽しい。こんなに成功するとは思ってなかった。すごい、これ。はい、木のね、幹にティッシュと一緒に染み込ませた。あ、同じやつやな。チャマダラキリガってやつかな、多分。メンタモンみたいな、あんな。ねえ、さっき来た時でかいのがね、飛んだんすよ。めっちゃでかかった。一瞬肩止まったけど、なんやろな、あれ。結構でかかった。キリガにしたらでかいような気がしたんですけど、ちょっとどっか行っちゃってましたね。後世にはちょっとね、あの、糖蜜巻いてもらってます。いっぱい吸えよ、お前はもう取らんから。いっぱい吸っていいぞ、邪魔だら。うわ、めっちゃ飛んできた、こっちが。顔めっちゃかかった。うん、わかる。来いよ。よしよし、まだまだあるから、もうちょいタピオカ。えぐいな、タピオカミルクティー。えぐいな、これ。効果抜群。え、さっきおったこいつ。また来てる、また来た。さっきのでかいやつかな、もしかして。かっこいい。いや、ちょっとちゃうと思う。今来たな。うん、ちょっと飛んでくる瞬間見たかった。超種類よ。飛んでくる瞬間見たかったな。で、こっちはね、キブシっていう花に来ました。でね、このキブシにも来るみたいなんですけど、どうかな。いっぱいあるんやけどな、ここ。ずーっとキブシが続いてて、まあ、ちょっと探しながら。まあ、花いっぱいあるとこの方は。なんか変なやつがいっぱいおるな、うるさいやつら。ちょっとね、さっきのキブシは来てなかったんですけど、こちらアセビっていう花なんですけど。アケビちゃいますよ。アケビじゃなくてアセビね。来
てますね。来てます、来てます。ちょっと何種類見てみた。お、初じゃないこれ。こんな色のおらんかったよ。ちゃうな。何やろこれ、分からへんけど。またちょっとこれも持って帰りますね。誰ですかあんた。誰ですか。どっかも探してみよう。このね、あの他の人のトラップにぶっかけたったら、ちゃんと来てました。持ってきた。後でねこれ回収しましょう。ほんまダメですよこんな置いたらね。しっかり持って帰ってくる。これ初めて見たな。これだったら茶まだらかな、うん、お前茶まだらか知らんけど。いいね。種類のが来てました。またまた違う種類の。これやろ。これも茶まだら。これが茶まだらかな本物。わかる。わからん。取りすぎもあんまりやけど。そう、違う種類のね2頭ずつぐらい取ってます。今ひとまず同じ種類はスルーしていってます。ちょっとね時間思ったより過ぎてね、楽しすぎてちょっと時間をしてるんで、あと1周しかできないんですけど、2周目突入します。ちょっと急ぎ目でレッツゴー。テンポよく行きましょうか。2周目はい、フクラスズメがいましたね。なんと採取しようかな。標本持ってないし、はい、胞子がね青くてすごい綺麗なんですよ。よしちょっとこれは網で撮ろうかな。ごめんよアリさん。息攻撃。お前の配達するよ。あ、飛んでた。飛んでた。まだおる。まあいいやろ、もうこんぐらい。ちょっと畑。パンパンって畑いて。この木に。畑いて。さよなら。あ、ちぎれた。よし。ゴミはちゃんと回収します。そう、さっき残してたねあのトラップをちゃんと回収しました。でこの人ね、なんとこのネームプレートの紐にくくりつけてました。ちょっとここで切らしてもらったんですけど、ほんま悪質だな。ちゃんと回収しろよ。ちゃんと蜜吸うんだぞ茶まだらちゃん。バイバイ。はい、ということでね、無事採集は終了したんですけども、思ったよりね成果が良すぎてちょっと自分でもびっくりしてる。初めてにしてはすごいいい結果なんじゃないかな。ということでね、今回はこれで終わります。バイグッバイグッバイ。